どう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日は BB やっていきたいですね。BB が BB を。BB が BB ジュニアで BB を釣る。なんか結構最近釣ってますね。釣れる。うん。今一番釣る。マジっすか。うん。ちょうどカスミのベイトフィッシュのサイズにもぴったしなんですか。ぴったし。やっぱりこの BB は。なんで大事な説明お前がしちゃうんだよ。で、まあ、あの朝この場所を選んだ理由は、はい、まず川が動いてるかどうかを目で見る。なるほど。大事なんです。パッと見動いてないように見えても、実はルアーを泳がしたらこう流されるときもある。それだけはチャンス。OK です。じゃあまずはここだけチェックして、はい、湖の状況を見て、すぐにランガンしていく感じですね。はい。はい、水門流れる。来た。さあ行きましょうか。僕はね、今回はアユカラー。アユカラー。アユカラーで 68MH で行きます。僕は。まあ M でも投げれるけど、釣った瞬間ぶっこ抜きたいから。結構規則正しい動きしますよね、こいつ。するのはこのアクションしてる途中に一瞬サスペンド状態になって止まるじゃん。はい。その時間をできるだけ長く作ってあげる。ジャンクベイトに近いんだよね。ああ、浮かせて食わすっていう上で水深バスとの距離が離れてれば離れてるほどこの止めは結構大事だから。はい。ちょっと止める。まあとにかくこのブラストボーンはやっぱこういうタテストとか障害物をすごくネチネチ攻めれるから、ピンスポットでこうやって要所要所に使っていくっていう釣りにはすごく向いてるビッグベイトですね。でこういうちょっとちっちゃい、そのサイズが小さくなったブラストボーンジュニアでもめちゃめちゃしっかり綺麗に動いてくれるから、誰でも簡単に扱えるビッグベイトで、しかもロッドも本当に M から MHっていう普通の巻物とかカバー打ちでやるようなロッドのローテーションの中でこのルアーを使えるんで、専用の別に竿を使わなくてもいいっていうのもこのブラストボーンジュニアのいいところ。やばいやばいやばい。ミニベイトにしか興味ないの？ミニベイトにしか興味ないから。すごいな。すごかったね。今のバスだったね。シーバスで入って真っ黒だったの。真っ黒でしたね。さっきまでアクビしてた。うん。おっしゃ。うぃ。撃ってる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 。絶対嘘。うわ、エビむっちゃおんな。絶対嘘。絶対嘘。絶対嘘。本当に？うん。言っちゃかったけど。だってウソップだもんな。30ぐらい。絶対嘘とか言って。何、今何やったんですか？これをトリッピングでこれの際にもうボチョンと落として、はい、最初から下のレンジやんの。あー、ちょっと潜らせて。そう、それでご飯できた。ういっす、ういっす。飯行く？飯行こうか。オッケー。こんなでしょ。はい。ただこうやって、あ、結構早いですね、動かすの。いや、そんなことないよ。え、例えば、じゃあそこの壁神経のやつ、ここだったらギリギリルアーが見えるか見えないかなんだけど、
かバスが食ったらギランとは見えんじゃん。っていうギリギリの連中ね。まあ言うほどサスペンドはさせないですね、その。うん。こんなもんで。なるほど。ですよね。うん。何やってんのこの人。俺出た、うわー絶対嘘。おー、本当に。もう一回出る、多分。何やってんのかな、今日。寝中にしに行ってんのか。うわマジか、もったいな。同じ草でまさかの朝からワンバイトずつキャッチならず。うわもったいね。でも多分とんでもないいい映像を収めれた。まあそうだろうね。でも逆側からやったら出る気がするな。おお懐かしい。なんとなく覚えてる。正解のとこに2人いる。動くかねこれ。何に立ってか分かってないから自分でも。これが何なのか謎なんだ。いいっしょこういうとことかさ。はい。馬場さんこのビークルね、スポンギルカラーがすごくいいんですよ。良くないですか。お、いいね。ギルだね。まあもう大好き、スポンギル。ちょっと華やかになってる。でもこのスポンギル、うん、水に入れるとめっちゃ溶け込むんですよ。ちょっとすげえ邪魔なんだよね、お前が。嫌ですよ。ふざけんな、マジで。そんな先行っちゃうんだろ、出来上がったら。なんでこんなやつ地球に誕生させたの。とりあえずじゃあ僕はビークの軽いウェイトの2.3g に RV バッグ 1.5 インチ。この軽さが結構普通のスピニングとかベイトフィネスでも良かったりするので、ちょっとこれでいきます。結構沈んでますね。うん、ほら結構馬場さんこれ水につけると良くないですか。結構なるよね。おっ、おっとっと、ゴリじゃないですか、なんか今僕なんかゴリっぽかったっす。ゴリっぽいのもいるんだよね、めっちゃ。ブラボーンから行くか。チェイス多分あんま大きくないです。ババさんもうめっちゃ強そうですね。結構でかいのも来るっす、新トレって。意外とでかい。へえ。おっ、おっしゃ。おお、やっせい。食ったー。すんごい表情があったビーク。すごい、確かに馬場さんフォールで一撃でしたわ。はい。ちょっと待ってくださいね。おい、やった、いい魚。ビーク 4.3 に、さすがワンマンマーモチュールです。イエーイ、シントネバス。いやー気持ちよかった。ビークいいね。ババさんの言う通りでしたわ。
はい、じゃあねー。いいねー世の中浸透ですね、マジで。よかった、釣れたよ。ビーク 4.3g にワンワンもちょっとちょん切って48をビークにトレーラーにして、 RV バグだとちょっと風が強くて入っていきにくかったんで、もうちょっと高比重のワムワムにしてこのマットカバーを打って釣ったって感じです。でもう今はすごく結構このマットの裏にすぐいて、こう落としてもうシェイクフォールして、シェイクフォールし始めた瞬間にもうすぐ釣れた感じでした。やっぱこの昼間にちょっと打つのもいいっすね。はい、水門に絡むとこだけ打つか、杭に絡むとこだけ打つっていうのはでも一番効率いいっすよね。絞りやすいよね。めっちゃ濃いところじゃないとダメ。おー、いいとこ入った。奥だ、おっしゃ、おー、でかい、おっしゃー、うー、ビーク、でっかでかい、おっしゃビーク。やったー。うわ、めっちゃやる。まあまあさ、なんかすごいヘラブラみたい。ヘラブラみたいなマスターこれ。ビーク入れたら何グラムこれ？一撃これ 4.3 ですね。すごい。今のもマキと一緒っす。入れてよしシェイクして落とそうコンみたいな。やば。やばこれ。ちょっとね、ワンマン48をトレーラーにして。なるほど。イエーイ。ありがとうございます。やっと写真撮っとこう。やったよ、ババさん。マジ嬉しい。すげえいいとこかかってる、ビーク。ワンワンもトレーラーにしてね。イエーイ。やっぱね、ビーク絶対いいとこかかるんだよな。高確率で、この糸がしっかり外に出て、ラインブレイクが少ないような。かかりで、しかもいいとこ、硬いとこにかかるで、多分ヘッド形状がこの角がどこでもついてるから口で加えて、多分そのフッキングするときにしっかり角度が変わって外に出ようとしてフックだけ刺さるっていう感じになってます。なのでね、ほんとフッキング性能、フッキングがすごくいい、スモールラバージングです。で今のはワンマン48。やった。いや、いいバスやな。じゃねー。いや、最悪。またかけられた。一撃釣れた。お、マジか。いいっすね。ワンワンで釣れたっすか。うん。ええー。昨日と全く同じ場所。昨日と全く同じ場所。マジっすか。でもね、水面で撮った結構。あ、そうなんすね。落として、食わなくて、引っか引き上げてきて、ほどほどほどってやったらギラギラなんてなって。へえー。あ、じゃあ見えたんすね、食うとこ。そうだ、食ったしようと思って合わせたら、ちょっと違う。うわ、バスいた。はい。しかもでかかった。はい、逃がしたっす。でも見えたもん。逃げ切ったっす。その杭の方に向かってたっす。着水で逃げたっす。左にっすね。ダメでした。お、来た来た。おお、ブラストボーン。かわいいサイズ食ってきた。ジュニア、
すごい、やっぱこのサイズも釣れちゃうんだな、ジュニア。全然ダメだった釣れたジュニアちゃん、やったね。あんまり大きくはないけど、ブラストボーンジュニアをこのオイルフェンス際をドッグホックしてたらね、釣れました。やった、素晴らしい馬場さんの言う通り、若アユしっかり水門を朝ね、馬場さんにちょっと教えてもらって、すげえゆっくりネチネチってやったら、まあ、釣れるって教えてもらったんで、その通りにやったら釣れました。素晴らしい、すげえ、このサイズを食ってきちゃうんですね。ね、はい、いいイエーイ、ブラボンありがとう、じゃねん。すげえよう食ってきてくれたわお前そんなサイズなのに、まあでもやっぱすげえな、ブラストボーンジュニア、あのサイズもガンガン乗ってきちゃうっていう、すごかったな今、このオイルフェンス際をトントンってやったらひったくった。ほんとね、この MHM とかのすごく一般的な、まあ、使用頻度が高い竿でそのまま投げれるっていうのがやっぱこのジュニアの魅力ですね。今日は MH やってますけど、全然 1610M RVC のそれでもできるんで、タックルを選ばず投げれるっていう良さがすごくありますね。そろそろ長良川の落ち合いとかにも効きそうなんで、楽しみだな今年は。多分馬場さんが通した時にちょっと反応してフラフラしてたんでしょうね。そうかな、結構流してる。怖いっすか、うん、じゃあ鉄くんやっていいっすか。うわすげえ、やりましたね。やったぞ、ラストボーン。ちっちゃいけど言われてるとこから出てきた。キーから出てきた、キーから沈んでる、あ、沈んでるキーから出てきた。なるほど、いいボス、ラストも釣れるね。うん、でも本当にすごいっすねだって今日このサイズ釣れる。でもじゃあだって単純に今日僕たち、うん、ラストボーン投げてる時間はすげえ少ないですよ。でも一本ずつ釣れてるから、ね、結構バイト数もあって、すげえナイスフィッシュです、はい、え、ギラーで見えたっす。見えた、結構上のレンジのやつも覚えてる。また出た、また出たっすねマジで、マジで確かいいんだよ。すげえ、今みたいな感じで作った横取りなんでまた同じところで釣れんだよ違いです、確かに何で切んだろう。でも今多分逆流でこう縦下に集まりまくったらっすよちょうどいい太さなんだと思うよこれが、なんか水をいい感じにか。馬場さん、お疲れ様でした。2日間ありがとうございました。結構楽しかったね。うん、なんか意外と釣れたね釣れた、しかも結構そんな短時間長考の初日とね、今日はねビッグベイトとスモラバで楽しませてもらって、はい、2日間春のリベンジはできたかなと思います。思います。また近いうちに、そうですね、はい、来ようと思いますので、やりましょう。その時はぜひ遊んでください。またよろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。オッケー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 、はい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 、いいね、いいよ、はいはい、オッケー。